まず外より中を締めたいというような感じですよね。さあオープンを作って3ポイント決まりました。いいですね。ただチームファウルは5つとなっている横浜です。茨城ボールで再開。田島ここは3を打ってきてきました。いい、ね、田島ここまで3ポイントは 28.6。 本来もポゼッションが目まぐるしく変わります。うまい、うまい。ユーロステップから森川です。はい、特にはちょっと横浜ファウルが今回気になったんですけども、はい、それの影響を感じさせない。生原がどうする。カモンズに渡るステップバック3だ。来ました。いや、この爆発力が必死に守ってきました。残り10秒切っているショットクロック、もらった。バスケットカウント&ワンスロージェイコブセン。さあ鶴巻オープンになりました。ジェイコブセンの3ポイント決めるんですよ。ビハインドザバックパスでしたが、それを読んでいた。さあそこでキングがついてくるがどうか。左手で鶴巻、さあここも来た。カモンズだ。うわー、茨城のファウル。横浜ボールの再開。バウンドパス河村早い、ちょっと気抜いちゃいましたかね、はい、そこを見の。もう一度森川に戻します。そしてハモンズ、はい、決めてきました、はい、ただそれ以外にも仕事役割はたくさんありますが、こなしている高橋です。ポップフェイクから森川落ち着いている。あ、決めた。河村と田島がまた並ぶ感じになります。バウンドパスから、うわー、またどうか。これが来ました。レイトン・ハモンズ、ね、さあ代わって入って生原が振っていく。アウダカのバウンズパスに合わせたのはエドワード・モリス。ハイポストにつないでダブルチームでいく。遠くに離した。来た。レイトン・ハモンズのスリーが来た。キング・カイト、それからタプシコットのマッチアップ。ここはサイズ、はい、それから力の差で上回りました。いいですね。アウダに谷口、そしてまた河村が持ちます。大場のスリーポイント、あ、これが大場にはあります。いや、素晴らしい人ですね。もう大場選手打たせるための横浜ボールで再開します。高いボールで合わせてハモンズ、フェイダーウェイ気味決めてきました。4秒5です。ここでブザーです。最後のスリーポイントは決まりませんでした。